こんにちは、小西エイトです。本日はですね、ノーセットじゃない、ストレートアップバングをやっていきたいと思います。もうこのストレートアップバングは本当にもう5分もかかんないぐらい、それは嘘かもわかんないけど、本当に速攻でできるので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。では、早速やっていきたいと思います。なんか今日滑舌悪いな。はい。まず用意するものは、この2つです。あ、嘘かも。あと、最後にケープがあれば、一番いいです。はい。まず用意するのはこの二つです。これはですね、マンダムのジェルを僕は使います。これしかも安いので、めちゃめちゃおすすめです。で、あとはドライヤーです。じゃあ、早速やっていきます。で、まず、髪を濡らしてください。特に前髪。前髪を濡らして、ドライヤーで前髪を乾かしながら上げていきます。そして乾かしながら分け目を決めていきます。まあ、自然と多分分かれていくと思うので、僕はこのなんだろうな、眉毛の端っこぐらいかな。僕おでこが広いので、本当に端っことかで分けたらなんか気持ち悪い感じになるので、結構真ん中ら辺でいつも分けます。で、もう本当に十分に熱を当ててください。特に分け目の生え際に熱を当てて分けていきます。そしてある程度こうやって分け目が決まったら適当に押さえます。非常に押さえながら冷まします。で、ある程度こんな感じで分かれたら、もうあとはジェルを塗るだけです。これを結構な量つけるんですよね。こんぐらい結構つけます。で、まずは生え際から適当にもう塗っていくだけです。結構これつけても後からなんかツヤとか消えるので、結構もう最初はツヤツヤで大丈夫です。本当にここら辺僕適当なんで。やべえ、つけすぎた。いや、これで合ってます。つけすぎました。つけすぎた、つけすぎた、つけすぎた。うわ、つけすぎました。つけすぎ、つけすぎ、つけすぎ。確実につけすぎた。風呂上がりみたいになってる。どうしよう。なんで動画の時にミスるんだよ。はい、お風呂上がりセット完成しました。はい、完全に量を間違えました。皆さん、量には気をつけてください。はい、量だけ気をつければ結構簡単なセットだと思うので、皆さんもぜひやってみてください。すいませんでした。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではバイバイ。